美味しそう。やばい、落ちそう。いただきます。マースマースマースカット、ラリラリラリアと言って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 で、レッツゴー。はずねさん、バラ、成功とてさん、イースターエッグありがとうございます。スカイピースだ。どうも、スカイピース。イエイ。めっちゃ好きです。私めっちゃ手みじ好きなんで、手みじウィーク始まるよね。確か始まってるかも。まだちょっと見てないんだよね。うん、美味しい。やばい、カニクリーム、カニクリームコロッケ美味しい。メイクしてる。え、それな、カニクリームコロッケってだけで美味しいよね。もう全然ソースなんていらない。どうしよう。逆にね、ソースかけたら邪魔するんじゃないかぐらい美味しい。全然ピント合わないからいいや。ポテトサラダ。
テトサラダです。ポテト縛りや。え、本当だ。今気づいた。やっぱ私ポテト好きなんですよね。じゃがいも、ポテトというかじゃがいもが好きなんですよ。シンプルに。美味しいよね。ポテト。ドイツ料理ってポテトいっぱい出てくる。あ、ジャーマンポテトとかね。ジャーマンポテトって本当美味しいよね。でもね、俺はね、カニクリームコロッケ。うん。だから。まあ、ハンバーグもドイツ発祥。そうなの？いや、私ドイツ人だったことがあるかもしれないね。前世で、いつかで。ね。でもポテトとソーセージなんて誰でも好きでしょ。シンプルに、うん、普通に考えて誰でも好きでしょう。うん、ポテトソーセージ本当最高。
よし。何をしようとしたんだっけ。カニクリームコロッケに明太子を乗せようと思ったんです。私ね、とっても天才な商品を見つけてしまったんですね。丸宮さんって有名じゃないですか。丸宮さんの鮭明太、美味しいか分かんないけどね、分かんないんだけれども、お花見行ってないですね、全然。ちょっと え、すごい、なんかどういうやつか、ちょっとこれで食べてみよう。お値段は、でも300円くらい、300円もしてないかも、260円ぐらい確かだったから、いや少ないと思って買っちゃった。美味しい、普通に美味しい。なんかご飯用に作られてるからちょっと味は濃いけどでもね、柚子香るって書いてあるわ。ちょっと柚子胡椒っぽい香りが、ファーンって香る。大人の味ではない。多分あの熱々のご飯にブワーって混ぜておにぎり作ったら絶対美味しいだろうなっていう感じ、イメージとかねって感じの、あれ
単品だとね、ちょっと塩辛い。うん、それはご飯用に添えられたらそうなの。いいよ。だからちょっとね、忙しい朝とかにさ、なんかおにぎり作りたいけども、なんか中に具入れるのめんどくせえみたいな時は、900って円ですかウォンですか。それは何の900、どっから持ってきた900。うん、頑張ってね、のあちゃんっていうのかな。ありがとう。初見ありがとうね。これ読みました。ポテサラはね、ポテサラ何やん、ポテサラは105円。ワンピース、ワンピース好き。もうマジでいいとこで終わるよね。そこで終わるんかいみたいなとこでさ、終わるからさ、いつもワンピースって。小田さんってほんとうまいよね。それが超超なんか、なんて言うんだろう、読者が見たい、なんて言うんだろう、次読みたいって思うギリギリのラインを攻めてくる感じが小田さんだなってめっちゃ思う。そうそう、よいしょ、めっちゃお腹いっぱい。最新刊大好き。本当に何が好きなの。成城石井ってさ、何が違うの。無添加系が入ってるの。ワンピースのキャラどっちが好きとか、どっち、何がかな、何が好き。難しいよね。だってさ、あんなにキャラクターいてさ、マジでアンパンマンぐらいいるよね。何が好きだろう。そうだな、でも結局サンジが好きかも。感じじゃない。いや、アンパンマンって確かね、キャラの登場キャラ数が世界一なんですよ。ギネスなんですよ確か、アンパンマンって。そう、ほんとね、超ギリギリライン攻め、
ギリギリラインっていうか、なんて言うんだろうね、なんかさ、あ、まだ続くの、あ、まだ続くかと思いながらペラッてページめくったら急に終わるみたいな。あるくない？ワンピースって急に、え、そこで終わんの？マジかっていうのが多いんですよ。だったり、超気になるシルエットの人がバーンで終わるとか。そう、サンジ、ルフィね、結局ルフィのとこあるよね、わかる。いや、小田さん、なんか絶妙にうまいよね、その具合が。だって私これさ、普通にさ、続きあると思ってさ、ページめくったら終わってたもんね。あれ？ここで終わり？マジか。ここですね。引き伸ばし毎回熱すぎてちょっと入れて、間違いない、間違いないけどね。あとさ、この登場人物のところさ、亡くなった人だけちょっと黒くなってんのがすごいよね。ちゃんと亡くなったのねって分かる感じになってる。亡くなったっていうか、倒され、あ、もう倒されたんだとか、ね、チョッパーの着ぐるみだらけの話を気にしろ。どうした？最近ワンピース根底から覆さ、え、ね、え、なんかそっからなんだとし、そっから伏線を張っていたんだとしたら、小田さんって何者なんだろうかって思うぐらいすごいなって思う。天性のものですね、本当に。つむじかぜさん、レインボースターありがとうございます。もう人生で一回でいいから小田さんの素顔を見てみたい。ジャンプで読んだことはありますよ。一時期ジャンプを買ってたんですよ、実は。そう、一時期ジャンプだけ絶対に表紙アイドルとかないんで、いや、もう絶対やんないでほしい。ジャンプだけは絶対やんないでほしい。本当にやった瞬間ジャンプが崩れ落ちるよね、多分。てぐらい、もうジャンプはアニメのキャラクターが表紙がいい。買ってたんだけど、でも買ってる割にはあれなのよ、買ってる割には、まあ、あのヒロアカとワンピースと鬼滅とあと何個か読みたいのあってっていう状況の時があって、買ってます。ほんと3巻4巻ぐらい買ったんですよ、ね、4週連続かで買ったんですけど、ちょっと待って、
伝えるタイミングが難しくてジャンプがあるのみたいな。そうなんだよね。なんか超場所取るし、の割には私も鬼滅も単行本で買っちゃったから単行本でいいし、なんか一巻からバーって揃った方が見やすいしね。あとなんかさ、ワンピースどこにあるのか全然分かんなかったりするじゃん、たまに。どこって。で、探すのもめんどくさいし。じゃあもう漫画、欲しい漫画だけ揃えようってことで、ワンピースを買っちゃった。で、ワンピースはずっとね、欲しいなって思ってたんです。お家に、パパがバッて一気に買って40巻ぐらいまでがあって、そうそうそう。で、もともとあったやつに加えて、まあ、90巻、80巻ぐらいまであったんですけど、80巻ぐらいまで一気にボーンと買いました。誕生日プレゼント。もう何年前って感じだけど、誕生日プレゼントで。もうパパもね、読みたいし、みんなで読めるねってことでね、タンプルいいよって言ってくれて。さあ、ごちそうさまでした。ラリラリラリ知ってる人いた？いただきます。マスマスカット、ラリラリラリアと、てっててってて、ですか。最近話がごちゃごちゃしすぎて見なくなったな。めっちゃおもろいから見てみて、本当にマジで。じゃあランキング見ます。弟とかもね、読むかなって。普通に弟はね、ハイキューをずっと見てた、見てたりしたね。けどアニメ見てるわ最近。ほんじゃ、よし、よよし。気がついたら大戦争起こっててびっくりした。何が？ワンピース？あー、頂上戦以来。今本当に読み時だから、私ネットフリックスで1からアニメ見てるんですよ今。そう、生まれた時からもうなんとなくアニメ見てたけど、しっかり認識しだしたのはドレスローザぐらいから見て、ドレスローザ見てたの覚えてるから、ドレスローザぐらいから見てるんだと思うんだけど、そこまでの記憶が一切ないから。そうだから1話から見て、今空島終わって、今どこまで見たっけな、もう全然覚えてないわ空島終わって、で、タコでビューンって飛んで、まあそのまま落ちて、で、またそっからまたタコで逃げて、の、逃げての時かな。そう、確かチョッパーが仲間になったところと思ってだいぶ最初なのよそれ。そう、頂上戦争一番いいね。あれはね、感動するよね。ゾロがスノーミルのおにぎり食べてるところから見てます。それはもう超初期じゃん。じゃあ
ランキング読みますね。ランキング13位ケンちゃんさん、12位ジャリングさん、11位ツーリーネルムさん、10位 MT07 さん、9位ミリシャンさん、8位シンギーさん、7位 MT 違う里山県警さん、アットマークミニオン、6位フロストさん、5位アメさん、4位アナウンサーミスが最高、3位ユキヒラさん、2位ジョークスノーさん、1位つむじかぜさんでした。ということで、2185人ありがとうございました。それでは終わります。ありがとうございました。また明日、さようなら、バイバーイ、アンニョン。